い、皆さん、打球がこのような状態になった時はファールでしょうか、フェアでしょうか。ボールがグラウンドについてるところはファールテリトリーですね。でも、棒の一番端っこはラインにかかってるんですね。でこれはルールではフェアなんですね。僕はライン上にいるんでラインにボールがかかってるのはよく見えてます。それが例えばマウンドにいるピッチャーがこのボールを見た時に 100% ファールに見えるんですね。で一塁のベンチにいる人たちが一塁のベンチの方から見ると 100% フェアに見えます。でこういうのを我々審判員というのは判定しなきゃいけないんですね。フェアかファールか。じゃあどこだったら見えるか、こういうラインの上にいないとこの判定はできません。ですから我々が判定する上で非常に大切なことは正しい位置で判定するってことが必要なことなんですね。ですからこれから一塁のホースプレーの見方をやりますけれども、一塁のホースプレーを見るために大事なことは角度と距離です。で角度の方が大事なんですね。近づくってことが大事じゃないですね。いい角度の位置でプレーを見るってことが大事なことなんですね。はい、それでは一塁のホースプレーについて説明したいと思います。でまずは二塁ベースよりもサードベース側のゴロ、サードゴロとかショートゴロですよね。その場合について、説明したいと思います。送球に対して90度っていうのが基本になります。位置取りですね、角度ですね。例えば三塁ベースぐらいから送球された場合に90度っていうのはこのベースの対角線なんですね。ほとんどのケースのサードゴロショートゴロっていうのはここよりも90度っていうのはこっちの角度になるんですね。こっち側、こっち側ですので、サードゴロショートゴロの場合にここよりも向こうに行く必要はないっていうことが分かると思います。でなんでじゃあ90度の位置を取るかっていうと、まあ一塁手は送球の方向に伸びるんですね。っていうことは一塁手の足がそっちの方向に離れる可能性が高いんですね。その足の離れたのを塁審は見なきゃいけないんですね。でそれを見るのに一番いい角度が送球に対して90度。それともう一つは、取る方向で、この方向の取る部分、この補給するところは見える方がいいんですね。なぜかっていうと送球の反対側にいるともし取ろうとした時にこんな状態になった時にここにいたら全く見えないんですね、取ってるかどうか。それは一番困ることです。判定ができないです。で90度のところにいればまあなんとかそういうトラブルがあった時も少し調整すればまあなんとか見えるんですね。ですから90度の角度を取るってことが非常に大事なことになります。で90度の角度を取ってじゃあどのぐらいベースから離れてるか。でそれは、基本は5メートルから6メートルです。でそれは何でかっていうと例えば悪送球がありました。そしたら何が起こるかっていうと次にバッターランナーにタックに行きます。これをタックプレーになった時にそれを見に行かなきゃいけないですね。でそれが遠くに行けば行くほどこれを見に行くのが大変になります。で近くに来ると、もちろんこういうプレーに対して調整するのは簡単なんですね。でも近くにいればいるほど全体像が見えないです。自分の目の前で際どいプレーが起こっちゃうと何が何だか分かんなくて判定できなくなるんですね。ですからそのちょうどいいのが基本として5メートルから6メートルっていうふうに今は審判学校でも教えてます。はい、実際に審判の目線で今映像を見ていただいてますけども、送球がされました、一塁手が取れる送球だなっていう判断をした時にハンズオンにセットを取ります。でその時にもうボールから視点をこっちに置くんですね。こうカメラのアングルを向けます。それで3つのことを見なきゃいけないですね。でまずは一塁手の足がついてるかどうか、それから
ランナーの足がいつベースを踏んだのか、それから一塁手が取ったのかどうか、でその3つのことをここで見るようになるんですね。それからもう一つすごく大事なことがあります。ランナーより先に取りました、そしたらアウトなんですね。でアウトなんですけど、まだこの瞬間にアウトって確定しません。なぜかっていうと、ポロッと落とすこともあるんですね。でその時にアウト、セーフっていうのはすごくかっこ悪いです。ですから取ったアウト、そしたらちゃんと確保できてるかどうかっていうのを確認しなきゃいけないんですね。でそれをハンズオン2セットのまして、それからビズアウトっていうすることがすごく大事なことです。でセーフの場合はいいです。セーフはもう足の方が速かったらもうその瞬間にセーフが確定します。なんでセーフでいいです。でもアウトの場合はこういうこともあるんで、必ず確認してそれからアウトを考慮するようにしてください。それでは次は二塁ベースよりも一塁ベース寄りのゴロ、セカンドゴロとかファーストゴロですよね。でその場合の説明をします。例えばじゃあ普通のセカンドゴロが打たれました。セカンドゴロっていうのは二塁ベースよりもこっちなんで、90度の角度を取ろうとすると非常に外、ファールテリトリーの外の方に、角度を取らなければならなくなるんですね。一塁手は送球の方向に伸びて取ります。そういう時に、ベースの裏側に近ければ近くに行くほど全然見えないんですよ。なんでできるだけあんまりベースの裏側に回り込まないようにしてほしいんですね。セカンドゴロあるいはファーストゴロの時の基本はフェアテリトリー側1歩か2歩のところ、ここがもう基本になります。距離は先ほどと一緒で5メートルから6メートルのところです。でそれができない時もあるんですね。例えば二塁手が1、2塁間のこっちの方向にゴロを取りに来た場合で、その場合にもし、塁審が中に入ってきたら、送球の方向とこの線と塁審の見てる線がすごく角度がなくなります。でそうするとすごく忙しいです。で分かんないです、何が起こってるか。あ、見なきゃって思って見た瞬間にもプレー起こってるんですね。でそういう風になると正確な判定がやっぱできないです。ですのでこういう風に二塁手が自分の方向に近づいてきて取って、そこから投げてくるような時はファールテリトリーの方に出ます。フェアテリトリーに入るのと一緒で1歩か2歩外側、ファールテリトリー側にポジションを取るっていうのが基本になります。ですから、二塁ベースよりも一塁ベース寄りのゴロは基本がフェアテリトリーの1歩2歩中か、プレッシャー、セカンドが、一塁アンパイアの方に近づいてくるようなプレーをプレッシャーっていうんですけど、そういう判断をしたら外にポジションを取りますっていうのが基本になります。でそれをするために三塁側のゴロと違うことを一つしなきゃいけないんですね。それはプレーを読まなきゃいけないんですね。どういうゴロなのか、どういうプレーが起こるのか。で三塁側のゴロの時は打った瞬間にもうポジション取っていいです。90度のポジション取っていいです。でもセカンドゴロの場合はそれがプレッシャーのプレーなのかそうじゃないのかっていう判断をしなきゃいけないんですね。ですからそのプレーを見るための姿勢を取ってほしいです。ラインに平行にこういうステップをするといいんですね。でセカンドのプレーを読んでください。それが三塁側のゴロとは違う点ですね。はい、1・2塁間のゴロの場合は、まあ、ポイントは先ほど言ったようにリードステップを取ってどういうプレーが起こるかってことを読むってことをしなきゃいけないですね。でそれが一番大事なことです。でその送球されてからはセカンドゴロの場合はあんまり時間がないんで、いい送球かどうか読んでるっていう時間はそんなないです。ですからまあ野手がボールを手から離したらその瞬間にこっちを見てる、一塁のベースの方向に視点を変えて、でそこで一塁手の足、それからランナーのベースを踏むところ、
それから野手が取るところ、その3点を、全体を見てどっちの方が早かったのかってことを見るってことをしてください。プラスで、参考にするとやりやすいのは取る時の音、これも参考にしてください。音とこれでどっちが速いかっていうのも参考にしながら決めるとより、分かりやすいんですね。でそれも、やっていくうちに、意識してできるように練習するともうより正確な判定ができるようになります。はい、それでは今度は少年野球ではもう特によく起こるプレー、ライトゴロのケースで、ライトゴロのケースは、基本的には、先ほどやった 1,2 塁間のプレッシャーのボールと同じような考えで言います。それではじゃあ実際に、動きを見せてもらいます。はい、今のようにライトの場合は一塁塁審の後ろの方から送球される感じなんですね。ですから非常に窮屈なんですね、最初からライトに飛んだ時点で。ですからもうその場合はやはりリードステップを取って、でもうライトゴロだっていう判断ができたらすぐに外、もうプレッシャーボールと一緒ですね。で外に出て先ほどのプレッシャーボールよりも少し角度一歩ぐらい、ファールテリトリーのラインから離れたところに位置取りをするぐらいに考えてください。でこの位置ですとセカンドゴロよりは距離があるんで、その分しっかりと送球を判断することもできますんで。はい、一塁でのホースプレーの見方を、まあ、説明してきましたけれども、二塁ベースよりも、三塁ベース側のゴロ、サードゴロショートゴロに関しては大切なことは90度の角度、90度で5メートルからベースから5メートルから6メートルのポジションにできるだけ早く入ることっていうのが大事なんですね。で二塁ベースよりも、一塁ベース寄りのゴロ、二塁ゴロセカンドゴロとかファーストゴロの場合はポジションに入る前に必ず、リードステップを取ってどういうプレーが起こるかっていうことを読むっていうことが、非常に大事なことなんですね。ライトゴロの場合もまずリードステップ取ってどういうふうな送球が来るかってことをまず読むっていうことが大事なんですね。ですからそこからポジションを取るっていうふうに一二塁間と三遊間ではその見方がちょっとだけ違います。ですから、まあ、それが使い分けができるようになるってことが大事なポイントだと思います。ぜひ練習してホースプレーを得意な審判になるように頑張ってみましょう。